皆さんこんにちは、大正の時をニコルでございます。大変ご無沙汰をいたしておりました。いかがお過ごしでしたでしょうか。このコロナ禍でね、大変な時期になっております。ずっと私たちもステイホームで閉じこもっておりまして、特に私は、私事で恐縮ですけれども、体調も崩しておりましたので、ステイホームせざるを得なかったという状況でございました。でもここのところ少し、波はあるものの、心身ともに、前向きになってこれたかなというところに、このオーナーのひーちゃんから練習がてらに来ないと優しいお言葉をかけていただきまして、今日は厚かましく寄せていただくことになりました。皆さんにこのニコルを、思い出していただくためにも、しばらくの時間お付き合いをいただきたいなと思っております。さあ、それでは一番最初の曲ですけれども、私たちらしく伊達のナンバーからクマーナという曲をお聴きいただきたいと思います。少しずつ頑張っていきたいなと思っております。そこで次の曲もその中でできた曲でございます。プリティウーマンですね。ロマンティックコメディと言いましょうか、リチャード・ギアとジェイン・フォンダ、ジュリア・ロバーツ、はい、の主演の映画でございました。それをお聴きいただきたいなと思います。Thank you.
さあそれではですね次々と曲は行くんですけれども、曲クラシックの中からねお届けしたいなと思います。まあ日本で最も有名な作曲家といいますと音楽家といいますかねベートーベンになるわけなんですけれども、そのベートーベンの一番有名な曲といえば運命ですね。その運命を久しぶりに今日はねいただきたいなと思います。ダダダダンという曲が最初にね出てきますけれども、これはどういう意味ですかというふうにねお弟子さんがベートーベンに聞かれたところ、運命が扉を叩く音だと言われたそうです。でもこれはですね本当文献には載ってないみたいなので嘘か本当かというところわからないんですけれども、そういうようなことが書かれた、ネットには書かれておりました。さあその運命を今日はねお聞きいただきたいなと思います。はいな。予定ではねこの曲を弾くつもりじゃなかったんですよ。ついこの先日やね最終練習した時にやっぱりこの曲を歌いたいわという彼女からリクエストが急に来まして急遽差し替えてまだ1回して、ね、してきてないんでここで練習かなっていう状態でございます。すいませんね。はい、じゃあいきます。アメージング・グレイス。
美声でしょ、ニコルの歌姫なんで、あの、ね、いろんな曲を歌ってもらいたくてちょっとずつ歌のレパートリー増やしてきてるんやけど、一番これがしっくりくるらしく私も聴いてて、あ、やっぱこれが一番綺麗かなと思いながら聴いてました。ありがとうございました。それでね、彼女がね、私の声質とか音域とかに合わせて作ってくれてますんで、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次はですね、ジャズのナンバーから、はい、ありがとうございますね、あの新鮮性をお聞きいただきたいと思います。はい、いきます。はい、ワン、ツー、スリー。Thank you.
いました、はい。さてですね、早いものであと1曲残すのみとなってしまいましたけれども、今度ね11月1日先ほどもみちゃんからね、お知らせがありましたように、日曜ライブでまた演奏させていただくことになりました。その時は何曲かまた新曲をお聴きいただければなと思って練習をいたしております、はい。で演奏できるようになればいいんですけれども、はいはい、頑張りますのでね、またぜひ、はい、ご都合をつけていらしていただければありがたいなと思います、はい。それではラストナンバーはこの曲でお別れでございます。ラテのナンバーからテキーラ。ページ上げてるんですけど、それでもね、これ数が多いんです、うん、嬉しいことでございます ね。よろしくお願いします。じゃあお言葉に甘えましてアンコールでね、コーヒールンバをお聞きいただきたいなと思います。
ったです。ありがとうございます。よくお越しいただきまして本当にありがとうございます。またこれからも頑張ってまいります。どうぞご支援よろしくお願いします。